はい、こんにちは、さかなやです。暑いですね。皆さん熱中症気をつけましょう。はい、今日はですね、 iPhone の便利な辞書機能についてお話したいと思います。皆さんなんか iPhone 使っててですね、まあ、出てきた言葉とか、分かんない時に、私もですね、ついそのインターネットでですね、サファリを立ち上げて検索をすることが多いんですけども、 iPhone にはね、便利な辞書機能があるので、今日はですね、それを説明したいと思います。例えばですね、サファリで何か見てます。例えばですね、この本庄市のホームページ、これは私ですね、ここのハニボプラザっていうですね、ところがあるんですけども、ここでですね、定期的に iPhone の使い方教室やってるので、まあ、ここをたまに見るんですけども、例えばこれでですね、ここの利用申請書、例えば私がですね、まあ、日本人でなくてですね、ここの漢字を見たときに、この申請書っていう何だろうっていうときに、ここをですね、ちょっとここをタップします。長押しですね。そうするとこんな感じで、ここの申請書のところを手でですね、ちょっと長くポンと押すと、こんな感じでですね、その申請という部分がですね、青いもので囲まれます。それで申請、今は申請だけが囲まれているので、これを申請書のところまで伸ばします。この右側のこの下のですね、下のこのぼっちが出ているところら辺に手を当てて、ちょっと伸ばしてください。で、離します。そうするとですね、まあ、こんな感じでとコピーとか調べるとか、ユーザー辞書とか、ユーザー辞書とか読み上げとかですね、あとこっち側の三角のところをタップしますと、共有とかスペルとか出てきます。で、ここのですね、調べるをタップをします。そうするとですね、この iPhone の中にある辞書が一番上に出てきます。これをタップしますとですね、この申請というのはビザを申請するとか、こんな感じでですね、申請書とか、まあ、これ英語も出てきますね。こんな形のものが出てきます。あとですね、ここの下にですね、ウィキペディアですね、のものが出てきます。申請というのは一般に観光庁などとかってダダダダって書いてあります。で、その他ですね、この下に行きますと、このウェブページの申請に関わる、出てきます。こんな形でですね、これ何でもですね、調べられるんですね。例えばですね、ここのメモ帳にこんなですね、言葉があったとします。例えばですね、移動からユーティリティを選択します。ユーティリティって何だろうっていう時に、ユーティリティを手で押して離します。それで、ここのさっきのですね、こういう青いものが出てこなければですね、この選択をしてください。そうすると、ちょうどこれ全部選択されましたね。で、今度は青ではなくて黄色ですけども、まあ、ちょっとこの意味は分かりませんが、こんな感じで出てきます。で、ここにですね、ここは今調べるっていうのが出てないので、この三角を押しますと、ここに調べるっていうのが出てきますので、ここを押します。そうするとですね、ここに辞書とあってですね、ユーティリティは役に立つこと、使い勝手がいいことだったんですね。知りませんでした。あと1個がですね、台所に隣接し、洗濯機、掃除機、アイロンなどを備えた家事室が、これユーティリティルーム、こういうのがあるんですね。それで必ずこの下ですね、ウィキペディアの、情報が出てきます。それでここにやっぱ説明が出てます。こんな感じでですね、辞書が立ち上がるんですね。例えばですね、これ私がこの前買ったようなですね、バイクスマホホルダーですけども、例えばこの説明で、このですね、携帯ホルダーの四隅すっくは、これなんていうんですか、なんとか製って、これ分からなければですね、これを選択して、ここの調べる。人生っていうものですね、人生。材料の粘り強さ、材質の中で亀裂が発生しにくく、かつ、形でですね、iPhone の中の辞書というのは、使えます。この iPhone というのはもちろん、日本人だけじゃなくて、まあ、いろんな方が使えますよね。それでですね、この辞書っていうのも管理ができます。これはですね、設定のですね、一般に、ここにですね、辞書っていうのが出てきます。で、ここが、ね、今このチェックがついている辞書がですね、何かをですね、選択して調べるとやった時に出てくる、対応する辞書なんですけども、まあ、日本語、日本語の頃ですね、スーパー大辞林とですね、日本語と英語の、日本語英語のですね、
ウィズダム英和辞典、英和辞典と和英辞書、プリヨゴ辞典、あ、こんなも入ってますね。が、今のところチェックがついてありますので、これがですね、対応している辞書という形になります。で、まあ、例えばアメリカの英語とかですね、イギリスとか、あと中国の方とかですね、というのはここら辺でですね、まあ、例えば日本語喋って、中国語喋るという方はですね、ここら辺もこうチェックを入れておけばですね、それがですね、この iPhone の中に入って、辞書で使えますので、まあ、これいろいろ韓国語とかもいろいろありますよね。こんな形で使えるようになります。ですから、ここの設定でですね、この辞書を、自分でですね、好みにカスタマイズすることができます。はい、ということでですね、今日はですね、この iPhone の便利な辞書機能についてお話ししました。これ意外と知らないですね。やっぱね、なんかあるところに、このサファリでですね、ネットで調べる傾向があるんですけども、本当にこれ選択して調べるだけでですね、すぐ分かりますので、ぜひぜひ活用してください。この動画がいいと思いましたら、このいいねボタンでですね、ぜひぜひチャンネル登録をお願いします。それではまた、ありがとうございました。失礼します。